皆さん、こんにちは。オプションリボーです。本日はお忙しい中、ご清聴いただきまして、誠にありがとうございます。で、こちらの方に書いてあります通りですね、5月29日、いよいよ日経22号マイクロ先物と日経22号ミニオプションがスタートする予定になっております。まあ、オプションについてですね、もうすでに投資をされている、使われている方もいらっしゃると思いますし、まあ、新しくどんなものかなと。 いいいうに考えてらっいらっっししゃゃるる方もと思いますでポイントとすれば、えー、と小さな金額で、今まで以上に小さな金額、まあ、10分の1のお金で取引ができるようになります。で、本日ですけれども、えー、特にですね、えー、小さな金額からですね、えー、皆さんがオプションに慣れていただいて、まあ、この金融商品、えー、個人的には非常に優れた金融商品だと思ってますので、 ぜひご活用いただければと思っております。で、本日なんですけれども、大きく3つのことをお話しさせていただければと思います。えー、まず、まあ、一番簡単なのはオプションってなんか売りは怖いよというイメージがあると思いますので、えー、本日はまあ買いに絞ってですね、えー、まあピンポイント的な買い戦略という形でお話をさせていただきます。 最初ですけれども、一番目はオプション会の魅力についてお話をさせていただきたいと思っています。で、二番目のところで、まあ、じゃあオプションってどういうものなのという形で簡単に解説をさせていただいて、で、最後、三番目のところで、会戦略についてポイントですね。まあ、いろんな視点で考えていただけると、非常に、まあ、皆さんにとってですね、えー、有意義なですね、えー、戦力となる まあ、金融商品になると思っておりますので、えー、今回5月29日の、えー、ミニ、えー、オプションですね。および、まあまあ、マイクロ、先物ものもありますけれども、えー、非常に期待をしているところでございます。それでは早速、オプションの買いの魅力についてお話をさせていただきたいんですけれども、えー、こちらも3つの、まあ、魅力という形に、まあ、まとめさせていただきました。 まず一番目は損失が限定されているということですね。オプションの買いについては、まあ、買った値段ですね。えー、基本的に言えば、まあ、例えば自動証保険で言えば生命保険料。生命保険料を買ったということで言えばですね、まあ、その後何が起こっても追加の保証金やなんかが必要ないですよという形で、えー、ここに書いてありますように、オプションの買いっていうのは最大損失が支払ったオプション価格。 プレミアムと申しますけれども、に限定されてますよということですね。で、えー、左側の図ですけれども、例えば日経2 2語のコールの買いという場合は、えー、例えばここが権利行使価格2 9000円なら2 9000円で買う権利というところのものを買うと、それ以上日経益が上がっていくと、この青いところですね、この部分が利益になりますよと。で、残念ながらそこまでいかなかったと。 まあどん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 下落した場合としても、ここのところの赤いところですね、損失は限定されてますよと。当初のプレミアム、払ったオプション料に限定されてますよということになります。一方、これ、プットの買い、右側の方ですけれども、これは日経平均の急落なんかの時にまあ収益が出ますよと。今度は、えー、例えば2万5000円で、えー、売る権利。 なんというのを買っておきまして、まあ、株価が残念ながら暴落をしたというような時にですね、まあ下がれば下がるほどこの青いところが儲かるよということですね。まあ逆に下がらなくて、まあ上がったような場合についても、その保険料をまあ損するだけですよと。まあ逆に言えば先ほどの、まあ同様のことを言えばですね、えー、自動車保険で保険を買ったんだけど事故がなかったというような形になるわけです。で、もう一つ、まあこれを 単に相場があ何も持っていないようなポジションで買ったり売ったり、相場が上がるときはコールの買い、下がると思えばえプットの買いですけれども、例えば皆さんが現物株を持っているとか先物を買っているときに、まあいろいろとストップロスなんかを置くことがあると思います。まあ、先物である必要はないんですけれども、その時の一番のまデメリットというか問題点というのは、相場の急変時においては。 そのストップロスが実際に薬状がつくかどうか、それがわからないということですね。で、もしもストップロスなり行きという形でいくと、まあ、どの価格で値段がつくかどうかがわからないと。まあ、トレンド系のまあシステムやなんかをやっているときにストップロスを置いたとしても、それは非常に重要な考え方ですけれども、実際にそれが薬状されるかどうかがわからないと。と 一方、保険という形で、まあ、こちらの方のプットの話をさせていただきますと、まあ、急落の時にこれ以上行ったら困るよという時に、まあ、プットを買っておくという形で保険をかけておけばですね、えー、基本的にはもうそこに薬状がついてますので、まあ、その後下がった時は、まあ、反対売買ができるかどうか、松戸別として、えー、ある程度の損失は限定されるというような使い方があると。保険的な、あ まあ、使い方もありますよという商品だということですね。えー、今日の最初の一つ目ですね。えー、魅力なんですけれども、オプションの買いということに絞っていけばですね、損失は限定されてるんですよということになります。えー、買い戦略の魅力の二番目なんですけれども、えー、収益性の問題です。 ここに、まあ、タイトルでは高い収益性と書いたんですけれども、えー、例えばこちらの方は、ミニの先物と、まあ、オプション、プットの買った時に、急落が起こった時にどうかというのを、まあ、シミュレーションですね。簡単なシミュレーションをしたものでございます。えー、例えばちょっと、数字が今の現状と少しずれてますけれども、まあ、平均が26,375円ぐらいだった時に、少し、 現状よりも安いようなオプションを、例えば15万円で買いましたと。この時はまだミニオプションがないので、通常の形で1000倍ですので、オプション価格とすれば150円で買いましたというような感じですね。 で、えー、まあ、さ、あの、下がればプットですので、儲かるということですけれども、例えば250円、500円、750円、1000円下がった時の、まあ、今、この段階での、まあ、あのオプションの価格からですね、だいたいいくらぐらいになるだろうという形で、えー、見ていきますと。で、考えるとですね、例えば1000円下がったなんていう、ちょっと暴落があった時に、この15万円がいくらになるかっていうと、だいた62万5000円ぐらいになるだろうと。 いうふうに、まあ、現状では、まあ、計算できるということですね。まあ、その時その時で、まあ、細かく言いますと、ボラティリティの水準やなんかがありますので、まあ、若干違いますけども、見ていただきたいのは、まあ、その時点で、まあ、推測されるようなのが、62万5千円と。そうすると、えー、支払ったプレミアム15万円に対して、4.1倍になっているわけですね。で、こちらの、まあ、ミニ先物という形で、えー、オプションのものが、えー 倍率が1000倍ですので、それに合わせるために、例えば10枚。まあ、ラージと同じよ、ような形にしますよと。そうすると、この時の証拠金が132万円だったとします。で、1000円下がると100万円儲かるわけですので、これ132万円に対して100万円ですので、倍率からすると0.7。ここでの議論は、金額的にどっちの方が儲かったかっていうと、先物が儲かる。 ただし、投資の収益率で考えるとすると、1倍にも満たないものと、4.1倍にもなりますよという形で、まあ、当たればということですけれども、当たった時にはオプションの収益率の方が、は、え、る、ー、かに高いという時が多いということですよね。で、一方、下がった時、残念ながら下がると思ってプットを買ってた、もしくは、先物を売ってたんですけれども、逆に500円上昇した時に、まあ、オプションの方で、まあ、15枚のうち、 どのくらい損するかなという、まあ、試算をすると、まあ、理論価格で試算すると9万4千程度かなと。一方ですね、こちらの方で500円使ってますので、基本的に先物だと50万円損するわけですね。と、この2つ、うまくいった時ときと、失敗したときと考えていくと、うまくいったときにはオプションの買いの方が倍率が高く、失敗したときも、オプションの方が損失が少ないと。 まあこういうようなのがオプションという非常に優れたと魅力的なオプションの特性の一つだということですね。正確に申し上げますと、細かいことを申し上げますと、そのまま動かなかったときには若干オプションの方が損をするかもしれませんと。 日経平均、先物で言えば動かなければ損失は発生しませんけれども、オプションのものについては、1日1日その価値が少しずつ下がりますので、まあ、その分をまあ下がってしまうかもしれませんけれども、まあ、逆にその金額っていうのはそれほど大きくないですよと。ここでのポイントは、オプションを使うことで、高い収益性と、儲かった時には非常に大きく、損した時は小さいと、済むと。 いうような特色があるというのがオプションの魅力になります。で、今度は3番目の魅力ですけれども、場合によってはですね、非常に短い期間で結果が出るということになります。これは、えー、去年のものですけれども、ここが12月20日21日というところで、えー、ここに出してるんですけれども、オプションの価格ですね、えー、プット 24000円プットがずっと、まあ、この辺の形で、えー、まあ、価格がそれほど変動していなかったんですけれども、まあ、あることが起こったと。これ、後でご説明しますけど、この日何が起こったかというのは、まあ、えー、ご説明しますけれども、えー、ここのところで一気に、えー、この値段がここまで跳ねたと。まあ、20円ぐらいにあったのが一瞬にして、まあ、100円を超えたというような場合がありますよと。 いうことですね。まあ、これはあの、最後のところで、まあ、改戦略のポイントでお話をしますけれども、まあ、イベントとかですね、経済指標の時には、一気に価格が変動する可能性があるわけだ。で、そういう時に、ま、改戦略で当たったらば、ま、あの、非常に大きく大化けをするという可能性があるっていう商品になります。で、あ、は、え、い、ここで申し上げますけど、万が一それが、大化けしなかった時に、 まあ逆に出なかったということであれば、それほどオプションの価格が下がると。まあ、すぐにゼロになるということはないので、まあ損失限定と先ほど申し上げましたけれども、例えば20円ぐらいで買ってたやつが18円とか16円とかですね。まあ場合によっては19円とかぐらいで、まあ1円とか2円損するぐらいで終わるとすれば、まあ損失限定の中でももっと損失は小さく済むことができますよ。 というようなものが、まあ、オプションのい戦略の魅力になります。ここで、えー、オプションについてですね、まあ、今までやられてなかったという方もいらっしゃると思いますので、簡単にオプションというものをご説明させていただきます。まあ、日経2 2語のオプションっていうのは2つあります。コールオプションとプットオプションです。それぞれコールオプションは、ある期日に日経平均をある決まった 金額、レベルで、売ったり、買えたりする権利を取引するものです。コールオプションについては、まあ、期限日に日経平均を、例えば2万八千円なら2万八千円で、これを権利行使価格と言いますけれども、買える権利を売買すると。で、プットは同じように、その金、行使価格、例えば2万七千なら2万七千円で売れる権利を売買するということですね。で、その権利、 の値段が価格が権利利用ですね。オプション価格とかプレミアムという言い方をしています。で、えー、S q 日というところで期限が決まってますので、まあそれの前日、前営業日まで取引ができるものになっています。このコールオプションとプットオプションを売ることもできますし、買うこともできます。 で、損失限定ということであれば、オプションの買いの方がいいんですけれども、オプションの買い方であればですね、先ほど一番最初の魅力で申し上げました、最大損失は買った時に支払ったプレミアムで確定ですよと。 ただ20円で買ったから必ず20円損するということではなくて、先ほどのところですけども、例えば経済発表でうまくいかなかったとか、おまが外れた時に18円で売れば20円の損ではなくて2円の損で済みますよと。非常に損失が小さく済んで、もしかして当たればですね、当たった場合には大きな利益が得るチャンスがあるということになります。 でオプションの逆に売り方ですけれども、権利を売るので、えー、こちらの方うは、まああ、証拠金を差し入れることになります。で自動車保険の例で言えば、保険会社に皆さんがなるということで、えー、もしもそれを売ったあー方が、まあ、残念ながら、不幸のことに自動車事故を起こしたときには、その損失額がいくらになるかがわからないと。 一方、売った時に受け取ったプレミアムが最大の収益ですよと。事故がなかった時には保険料は保険会社の収入ですけれども、まあ、事故が多かった時にはいくら損するかわからないというものになります。従いまして、まあ、この二つを対比すると、まあ、買い方、買う戦略の方が簡単というか、まずはリスクが少ない投資の方法になります。 こちらのページが、例えば JPX さんのホームページから出ているオプションの場の状況ですね。真ん中のところに権利行使価格というのがあります。例えばここですと、28,625円で、コールの方は買う権利、人の方は売る権利が、この場合ですと、売り気配が385円。 会計配が370円という形で板が見えるということですね。で、権利行使価格ですけれども、厚、ま、座、あ、マネーと今の現状の日経平均に一番、えー、近い水準のものを厚座マネーとい言い方をしますけれども、まあ、これを中心として、まあ、近いところで言うとだいい百125円刻みで、えー、いろんな権利行使価格があります。厚、え、座、ー、マネーよりも高い、例えば2万9000円で 買う権利と28,875円で買う権利。これ2つ比較すれば当然安く買う方がお得に見えるわけですね。まあ、従いましてこちらの方が現在の値段265円と200円と、まあ、当然安く買う権利の方がオプションのプレミアム価格とすれば高くなりますよというような関係があるということでございます。 で例えばの例ですけれども、えー、こちらの方の先ほど申しました、今現在の日経平均のレベルのところを厚田マネーと、それよりも高い講師価格のもの、コールの方は、えー、すなわち18,625円で、えー、例えば日経平均が買えるのに、それより高い、えー、権利行使価格で買うというのはあんまり意味がないですよと。 いうふうに考えられるかもしれません。で、そこのものについても実は売買をされています。えー、コールの方は、え、現状よりも実際はより高い方のものをアウト・オブ・ザ・マネーという言い方をします。で逆に、プットの方は逆になりまして、28,625円、市場で売れるのにそれより安い、例えば28,000円で売るっていうのは意味がないので、こういうものをアウト・オブ・ザ・マネーということで。で、短期間で、えー、あの収益があるというような、 例えばの例ですけれども、まあ、現状28,625円の時にですね、えー、例えば2 9九0 0円のコールを200円現状で買いましたと。で、この時250円上がったとしても2 9九0 0円までし届いてないんですね。ただし、大体どのくらいの値段になるかとすると、厚さマネーとここの権利行使価格の差で見ていくと。まあ、250円上がったという ことですので、それは今現在の28,750円、250円下の値段ぐらいにはなるでしょうと。厚ざま値との差が縮まったということで考えていただければ、相対的と考えていただける。そうすると、250円上がったとすると、200円のものが今の28,750円ですので、315円ぐらいにはなるでしょうと。 これでまあマーケットのインパクトがまあすぐに起こればわかるんですけれども、大体のところの概算すると200円が315円ですから50%儲かったという話ですね。まあ、これが500円とか大きく動くような時ですと、もっとお値段の差が出てくるよということですね。例えばですけれども、えー 1000円上がったということで言うと、2万9000円で買ったものは今現在の2万8000円と同じぐらいの値段でしょうということですると、200円が、こ見ていただくと780円ですので、まあ、約4倍逆になるというような形ですね。まあこれを、まあ倍率を見ながらどのくらい上がるのかという可能性があるかということをかけながら、まあ公式価格を選んでいくというのが改の略になります。従いまして、 例えば、今現在28,625円に対して価値がないアウト・オブ・ザ・マネーの2万9 0 0 0円の時の方が最大損失が200円に対して、まあ、大きくそちらの方向に方向性が当たった時には非常に大きく値段が上昇する、すなわち収益率倍率考えると大きくなる可能性がありますよと。 逆に、今現在28,625円の時に、28,500円とか28,250円とすると、より安く買う権利ですので、今現在高くなるんですけれども、例えば28,500円が250円上がった時には、多分435円が550円ですので、そんなに倍率は、収益の倍率は上がらないですよね。 先ほど200円が315円、ちょっと5割ぐらい上がっているわけですけども、435円、550円ですと25%、まあ非常に解散のオブザッパーの数字ですけどもしか上がらないので、そういう意味で、今現在価値がないようなアウト・オブ・ザ・マネーのオプションを買うっていうのはですね、非常に利益と損失のバランスからして、非常に効率的な投資方法ということになるわけです。 今までオプションの買いの戦略の魅力についてお話しましたけれども、当然魅力の反対側にデメリットもございます。で、オプション買いの逆っていうのはタイムディケイという言い方をしまして、オプションの価格っていうのは時間の経過とともにオプションの価格自体が減少していってしまいますよということですね。 これは一般的にいろんなでもいいんですけれども、自動車保険で言えば1年間かけるのと1週間かけるのであれば、同じ保険をかけるにしても当然1年間かける方が高いですよねと。高くてもしょうがないですよね。1週間だと安くなりますよねということですよね。その価格が下がるというのが、まあ、その保険でも同じですし、オプションを持っているということになります。 で、ここに書きましたけれども、プレミアムオプション価格っていうのは、えー、時間化的な価値がありますよと。と、えー。そこまで保証期間、ここ満期まで、ここまで例えば自動車事故があった時に保証されるということですけれども、えー、それを超えてしまうと価値がなくなっていきますよ。で、だん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 減るということなんですけれども、えー、これがまあ面白い形で、こういうようなカーブを描いていきますよ。と。 で、これ実際はちょっと算数的な話をすると、残っている日数、時間の平方向に比例するという形なんですけれども、そういう意味では1日とか短いところだと、この時間的価値の減少は少ないわけですね。まあ、従って基本的には、できれば短期間の勝負に徹した方がいいですよと。もしくは満期まで持つような場合とすればですね、大きく相場が崩れるとかですね。 大きく上昇相場になるとかですね。まあ、あと、プットの買いということであれば、え皆さんが持っている ETF だったり、日経連動型の投資信託の、に対して下落のヘッジをするような形であれば、まあ、持っている意味があるかもしれませんけども、基本的に、まあ、スペキュレーション、短期的な株価の上下に、を、まあ、狙いに行くということでいえばですね、まあ、基本的には数時間とかいう形で、えまあ、短期的な勝負がつくものになる。 ということですね。それが一つの魅力であり、えそこのところをご理解いただいて、まあ、なるべく長く持たないというのを、まずは基本戦略として考えていただければと思います。ここでオプション外のギャップということで、タイムディケイというのをお話しましたけれども、えー、これは今現在非常に、えー、単純な、えー、例えばコールの回とかプットの回によるわけですね。ただ、ある程度少し長く持ちたいということですると、 この逆、タイムディケイを少しでも、えーまあ、マイルドにすると、えー、少しでも影響を少なくするような形で、まあ、スプレッドの取引なんていうのがあります。えー、例えば、コールサイドで言うと、低い格子価格のコールを買って、若干高い格子価格のコールを売るというような戦略ですね。で その場合は、あの、儲け、収入について、収益についてが青天井で、2景気が5万、10万円になれば、青天井に上がるというようなところを諦めて、ある程度のところまで行ったらば、えー、まあ、損益が確定してしまうと。それ以上は儲からないという形のものを、そこのところを放棄することによって、このタイムディケイ、えー、例えば1日とかのあたりの、おまあ、時間的価値の減少をお、まあ、少しでもセーブすると。 カバーするというような運用方法もあります。オプションはですね、この基本的なコールとかプットの特性を考えていただいて、それを組み合わせることによって、本当にいろんな形でのですね、戦略が組めるという非常に奥の深い金融商品だなと考えております。で、具体的に例えば2020年から2023年までのちょっと相場を見ています。 これ、絶対値ベースですけれども、例えば450円以上上昇、下落したときだけを抜き出しています。本来であれば、下がった、上がったという小さいのが棒グラフがたくさん出てくるんですけれども、450円以上上がったと、この水準のところだけ抜き出してます。でこれ、意外とあるんですね、2020年は1年間の営業日数の中で、営業ベースで29回起こってます。 そうすると、まあ、営業日の日数で割ってやると、8日に1回450円以上の上下が起こってましたと。21年、22年は6.3回、6.6回ですよね。1週間とか、まあ、10日に1回ぐらいのイージのペースで、えー、こんだけ450円以上上がってるったり下がったりして。まあ、時という場合によるんですけども、450円とかの数字で上がって下がってしてくれると、 オプション価格相当大きく動く可能性がありますよと。で、そういうことを考えると、えー、これ申し上げたいのは、まあ、若干2023年、ちょっと間隔が去年よりも倍近く、まあ、起こっている回数が非常に少なくなってるんですけれども、えー、チャンスは多くあるんじゃないかなというふうに考えています。それともう一つ、このパターンで非常に面白いのは、450円以上上がったときを1点のプラス。 450円の下落を1点のマイナスとして、えー、それ足し上げてるんですね、ずっと。で、こちらの方ずっと足し上げてっていくと、どうでしょうかこの辺で安定してるんですね。えー、どっちかの方向でプラスがずっと増えるわけでもないし、マイナス。 がずっと増えるわけじゃないですよ。上がったり下がったり、上がったり下がったりしてるんですね。で、これも一つの実は特徴で、えー、まあ、これ実際の数字を見ていただくつもなんですけども、450円を乱暴に言うと上がった次の時は、例えば450円以上下がる可能性の方が、まあ、確実的には高くなるかなと。逆に450円以上下がった時ですと、450円以上に上がった、ああ上がる可能性の方が高いかなと。 そうすると、コールとプット、どっちを買ったらいいかっていうのを、片側に今意識しながらですね、片側に戦略を絞って、そういうような投資の機会があるかどうかっていうのを探っていくということで、まあ、あの、当たる確率をどん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 上げていくというような見方もできるわけです。はい。えー、こちらがですね、 多分本日のメインという形で非常に皆さんにとってお伝えしたいポイントになるんですけれども先ほどお話ししました450円とか上がったり下がったりするようなパターンが相当の頻度で続いてますよと。で、それを当てに行くような時にどういうことを考えたらいいのかということでオプションオリボー流で言うと3つのポイントで考えてます。 まず一つは政治経済のイベントですよと。例えば選挙がありますよと。まあ昔で言えば大統領選挙とかというところで大きくは上下しましたですよね。それから FOMC とかですね。まあ CPI とかですね。雇用統計とか。 まあ、あと突発的なニュースとかっていうところがあるわけです。こういうによって株価が大きく動くような、これは日程がある程度分かってるんであれば、この日だということが分かるわけですから、それが起こる、例えば時間まで分かってるんであれば、例えば CPI の発表なんか時間分かってますので、その直前に、まあ、オプションを例えば仕込むという形で、 で、それほど皆さんの期待というか予想通りの数字でマーケットが反応しなかったらとっとと売って、まあ、ちっちゃな損失で逃げるという形ですね。それから、えー、いろいろお話してます。これは時期は確定できないんですけれども、まあ、グレーリノと、マーケット、もしも起こったらばですね、マーケットに大きな影響があるだろうというようなものですね。そういうものが起こるかどうかっていうのをニュースにちょっとアンテナを立てていくと。 例えば地政学的なリスク。まあ、ウクライナとロシアの戦争の問題もそうですし、台湾と中国の問題もそうかもしれません。北朝鮮の問題もそうかもしれませんということですね。それから財政問題とか増税とかっていうところの流れが関係するかもしれませんし、まあ、異常気象による穀物価格が上昇するとか、 まあこういうようなところとかですね。まあいろいろとルールが変わるというようなものについてもグレールになりますよということですね。それから三つ目ですけれども、えー、異常値ですね。まあ異常値っていうので、まあ、うん ボルの、ボラティリティのお告げというような形でも言ってますけれども、まあ、ボラティリティだったり、例えば移動平均線とかろんのものからの乖離率とかですね。それから金融商品間のスプレッド。例えば債券と株とかですね。それから投資家の、まあ、受給関係ということで言えば、カラオリ比率とか信用倍率とかですね。えー、今までのところと若干違った変な数字が出てくるとすると、えー あまりにも、ま、あの、異常な、過去のパターンと違うようなことが起こった時であれば、まあ、過去の、まあ、通常の範囲に戻るというようなことを一つ前提として考えるんであればですね、まあ、それに即したオプションの買い戦略が見つけることができます。まあ、政治経済イベント、グレーリの異常値という形で。で、この辺の、 ものについてはですね、えー、オプションクラブテレビという形で、まあ、毎週毎週ですね、えー、トピックスコを変えながらお話をしてますので、えー、この後もですね、え新しい情報についてはそちらの方でカバーをさせていただきたいと思ってますので、まあ、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。 で、ここで非常に重要なポイントで、これ通信講座でも経済指標の見方というところもお話ししてるんですけども、それぞれ例えば経済指標で言えば言葉の定義や計算方法を正しく理解をしてくださいね。 まあ、失業率がいくつだったとか、雇用者数がいくつだったとかっていう数字はわかると思うんですけども、ただ単にその失業率の数字を見るんじゃなくて、その数字がどういうふうに計算されてるかによって違いますよと。実態は違うかもしれませんというところがあるわけです。それから、客観的な事実を見極めますよと。で、まあ、まあ、法の言葉という形で、なぜなぜなぜという形で、その裏に潜んでいる本質的な問題に、まあ、 考えることによって、まあ、いろいろと、まあ、気がつくことが多いですよと。で、もう一つ非常に大切なのは、立場を変えて物事を見るということですね。まあ、いろんな形ですけれども、まあ、戦争というような、ちょっとあの非常にいい、まあ、悪い例で恐縮ですけれども、それもどちらの立場で見るか、まあ、西側で見るか、東側で見るかとか。 そういう形によって実際は全然違って見えますよ。じゃ最終的にはですね、まあ、当たる当たんないというのは別に問題はなくて基本的にはまあ投資で収益を得るということでするとみんなが何を考えてるのかというのに対してそれとは違った考え方がありえるかなと。 で、もしもそっちにかけたらば、マーケットが大きく動くっていうんであれば、その形のものにかけてみるというのがオプションの買い戦略の、まあ、基本的なところですかね。本質的なところですかね。で、予想と当たんなければ、別にマーケットそれほど大きく、予想通りであれば、マーケットほとんど反応しないでしょうから、オプション買っていてもそれほど大きな損失にはならないでしょうという。 で、当たればですね、え、オプションの方から非常に大きな収益が出ると思いますし、逆に、まあ、外れた時の損失も限定的ですよと。非常に面白い金融商品が、まあ、5月の29日からですわね。え、今までは大きな金額じゃなきゃできなかったのが、10分の1でできるようになるという、皆さんにとって非常に、まあ、利用価値が高いと。 いうふうに、本当に考えてるんですけども、えー、そういうような商品が出るので、まあ、使ってみていただいたらいいのかなというふうに考えております。 で、具体的にはですね、まあどういうのを見ているかということですけれども、えー、こちらは7月、6月、現月の SQ まで、満勤までの注目しているイベントですね。まあもっとたくさんあるんですけれども、まあ代表的なものを出してますよという形ですね。えー、例えば青いところが雇用統計。これ青くしているのが景気関係の指標になります。それから赤くしているのが、例えば、あ まあ、あの、物価とかに関連しているところですね、えー。今現在雇用がどうなるのかどうか、アメリカスタッフレーション、えー、景気交代になるかどうかっていうのを注目するとかですね。えー インフレ率が高いので物価関係ですよね。これが皆さんの想定よりも高く出るとすると、やはりマーケットには、えー、インパクトがあると。まあ下落の要因になり得るということであれば、具体的に言えばその前に、えー、プットを仕込んでおくというような形で、えー、まあオプションの改善略を考えているということになります。えー、現在ここのところですね、FRB も、えー、雇用の問題と、まあ景気の問題と、まあインフレの問題で、 え前もお話しましたけども、両方ともに効くような政策がないので、えー、片方をうまくしようとすると、もう片方にまあデメリットが出てしまうという形で、非常に厳しい、まあ、金融のに対する運用をしているという状態ですので、えー、逆に言うと、思わぬような形でマーケットの格乱要因になるというふうに考えています。そのようなアドバンテージを、えー 簡単にまあ損失限定で、小さな損失で大きな収益を得られるという金融商品がまあオプションのまあ改善力だということになります。で、これ、注目イベントというのを出してるんですけど、これ重要なのは全ていつを発表されるかというのが分かってるということですね。でこれ、時間かけませんでしたけども、時間も基本的には分かってるんですね。 そうすると、えー、それに対する予想っていうのも、まあいろんなところで、まあネットを見ていただければわかると思いますので、それに対してその予想が、えー、ずれるかどうかですね、いうところを見てですね、えー、例えば、特に CPI なんかは何度かお話してますけれども、えー、クリブランド連銀ンンさんの予想と、 市場参加者の予想が大きく外れるときがあるんですね。そういうときは、どうでしょうか。クリーブランドレンギンの予想の方にかけてみるっていうのも一つの方式ですよと。えー、皆さんがどういうことを考えているかと。それに対して反対側になる可能性があるとすると。えー、それに対して、今の例で言えばクリーブランドレンギンもそっちの方にかけてるんであれば、 まあそれはまあ儲かるかどうか、その時その時では分からないですけれども、クリーブランド電ン,ンさんが必ず毎回当たるとは限りませんので、ギャランティー保証はできませんけれども、まあ面白い投資のチャンスだというふうに考えているわけです。こちらはあの具体例ですね。これは2022年6月発表のアメリカの CPI。これは市場予測を超えるような高さになり得るという弱気の予想から、 もしもそういう形になれば日経平均が急落するかもしれない。 そういうことに狙ったとして、プットの買いに好機があったという例ですね。市場予測は非常に楽観的だったんですけれども、先ほど申し上げましたクリーブラングレンギンさんの予想は高かったので、まあ、そちらの方にかけましたで。例えばこの辺の6月のこの間のところですけれども、10円ぐらいのところで買ったものがですね、この後流れが一気に行きます。あの、株価が下落したので、まあ、プットの価格、売る権利の価格が上昇して、 まあ10円で買ってうまくすれば60円ぐらいまで、ここまで引っ張ればですけれども、まあ売れましたということですね。そうすると、これはもう5倍とかっていうようなものが短期間に起こったという例でございます。こちらはですね、オプションオリボーの考えているグレーリレーという形で、まあ紙面の関係でいくつかしか、うん これはお示ししてないんですけれども、まあ、こちらについてもオプションクラブテレビの方でもアップデートしていますので、えー、ご参考になっていただければと思うんですけれども、まあ、いろんな形で何かが起こるとですね、えー、非常に大きくマーケットが動くかもしれませんよということですね。まあ、今現在で言えば債務上限問題ですとか、まあ、実際にアメリカがスタッフグレーションに入るかどうか。 この辺についての角度、確率が高くなってくると、やはりマーケットは難聴になるかもしれないですよということですね。それから金融不安については、まだまだ続いてると思いますので、まあ、この辺についても、ある日突然、まあ、新しいまたニュースが出てくるかもしれないというところですね。まあ、この辺実起こるかは分からないんですけれども、そういうところに注目しておく必要があるかなと。 まあ、あえて言うんであればですね、えー、金融不安とかそういう程度は中央の、まあ、金融当局が把握してるという考えって、えー、考えるのであれば、まあ、週末混乱を少しでも減らすということで、えー、金曜日とかに出るとか土曜日に出る可能性があるので、週末をまたぐという戦略もあり得るかもしれません。こちらがグレーリーノで、えー、日経の225のオプション価格化を大きく動いたと。まあ、先ほどもお話した例なんですけれども、えー、 これ黒田さんがイードカーブコントロールの上限を0.25から5に、0.5に上げたときですよね。えー、これは今まで、まあラジオの方でもいつかお話ししてましたけども、イードカーブコントロールの変更があったとすると、マーケットは非常に大きく動くかもしれないということですね。えー、日銀の政策決定会合は日程が決まってますのでその前、その前に変更するんであれば、まあ、今回にしては下がると。 それを下げるということは多分今ないと思いますので、上げる方向ですよね。今の0.5をもっと上げるとかですね。いう形が、新総裁が言い出すとまた大きくなりますので、日銀金融セット。 で、会合の前にプットを仕込んでおいて、えー、何もなければという形で、えー、まあちっちゃな損で逃げるということですると、まあ、いつか大きく儲かるかもしれませんよという例ですね。で、これも直前に20円で買っていったら、一瞬にしてポーンと跳ねて110円を超えましたんで、まあ、一気に5倍になったという例ですね。まあ、こういうチャンスが経済発表のタイミング、タイミングを見ながらやっていくと非常に面白いかなということですね。 こちらは3番目の例で異常値の例ですね。で、異常値という形で、 えー、オプションをやっている方はよく見られていると思うんですけれどもあ、その方あの、それ以外の方も見られていると思いますけれども、ボラティリティっていうのがですね、えー、非常に相場が荒れるとかですね、えー、いろんな情報をくれていると考えています。で、こちらの方はですね、じゃあボラティリティ、今非常に低い水準まで下がってきているところですけれども、それが上がりそうになるのかなというのを、エネルギーが溜まっているかどうかを確認しているわけですね。でそれを、まあ いわゆる、まあ、火山というようなイメージでマグマという名前を付けさせていただきましたけども、独自のマグマ指数という形で、それがどのくらい溜まってるのかなというような感じですね。うん、えいうところで、マグマが溜まってるところでいくと、これ、日経平均じゃなくて、ボラテリティの指数ですけれども、マグマがある程度溜まると、まあ、ガス抜きという形でボラが上がるようなところが非常に多いと。 いうようなところですね、まあ。こんなのを見ながらやってるとかですね。まあ、こういうようなところで異常値が出てきたときには、まあ、オプションの買い戦略ということで言えば、えー、ボラが上がる戦略を取ればいいということですね。まあ、それから下の方ですけれども、えー、これはまあボルの,のボラティリティのお告げという形で見てますけれども、まあ、ボラティリティに2つありまして、ヒストリカルボラティリティと、まあ、インプライドボラティリティと。 ヒストラカルボラティリティっていうのは株価指数、日経平均であれば日経平均の株価から計算しているボラティリティ。それからインプライドボラティリティというのはオプション価格から計算しているボラティリティですね。まあ、それの環境を見ることによってですね、えー、まあタイミングを測っていますよということになります。 で特に下側ですけれども、インプライドボラティリティが低いということはどういうことかと。えー、投資家の皆さんがマーケットについて、それほどお、まあ、危険というか楽観視をしているような状況です。そうすると、まあ、自動車保険で言えばですね、自動車事故が少ないような形だと保険料が下がっている。まあ、保険料がある意味では割安になっている状況ですよねとで。そういう時に、まあ、オプションを買っておいて、でえー このようなマグマ指数とかですね、それからインプライドボラティリティとヒストリカルボラティリティの関係を見ながらボラが上昇しそうだということですると保険料が上がるわけですので、これはコールもプットもオプションのプレミアムが上がる方向に作用しますので、そうすると買い方にとっては値段が上がるという形で収益になるチャンスだということになります。ここで日経平均と日経ボラティリティインデックスの関係というので見ていただきたいと思います。 まあ左側の方は JPX さんのホームページから尺用させていただいているんですけども、えー、見方はこれが日経平均が前日からどれだけ上がったのかということですね。えー、こちらの方だと下がりましたと。で、縦軸の方は日経平均のボラティリティインデックスが、ボラティリティがどんだけ上がったのか下がったのかと。これ明確に、これ2012年3月までですけども、こちら2 0その以降の10 えー、9年の10月までですけれども、日経平均が上がると、ボラテリティは下がる傾向がありますよ、日経平均が下がると、ボラは上がるような傾向がありますよ、まあ、これが傾向線ですね、えー、日経平均が上がる、ボラテリティが上がるということで言えば負の相関ですし、えー、日経平均の上昇と日経平均のあ、ボラテリティの上昇と日経平均の下落という言い方をするんであれば、正務相関という形になりますよと。 ということで,す、ね、で、すねで相関係数も0.654、まあ、これ、マイナス、右下がりですよね、マイナスになってますけれども、非常に高い相関がありますよと。で、ここで戦略、私の方がよく使うのは、まあ、プットの買いの方が多いんですけれども、えー、オールを買うときで儲かるのは、日経平均の水準が上がる場合ですよね、こちらの方ですよね。 そうすると、値段が上がることによって、コールの値段は上がる方に左右しますけれども、もう一つのオプションの価格の要素でいう変動要素である、ボラテリティが下がることによって、オプションの価格は下がる方で打ち消し合っちゃうんですね。で、一方、プットの方は、日経平均が下がることによって、価格のインパクトで、プットの値段も上がりますし、ボラが上がることで、オプションの価格も上がると。 えー、二重で上がる方なので、えーまあ、効率的に言うと、プットの買いの方を当てに行った方が、えー、まあ、率は良くなるというのが、まあ、経験則にありますので、まあ、プット買いの方を、まああ、重視をしているということになります。で、こちらが具体的な例になりますけれども、えー、今月の4月の7日ですね、えー、ブログでもブラのお告げという形で、 ス、えー、使うボラテリティはインプライドボラテリティの関係で、えー、異常値が出ましたので、えー、まあ、下がる可能性が高いかなという形でプットを買っておきましたと。この辺見ていただくと、まあ、12円で買って、まあ、あの、そのような形で、えー、一気に、まあ、下が、あの、日経が下がったので、50円近くまで上がりました。 で、これ、買うのっていうのはですね、先ほどの例えば異常値が出たとかですね、例えば経済発表の時間とかが分かってますので、まあ、意外と簡単なんですね。で、えー、多分個別銘柄もそうなんですけど、売り時が難しいですよね。 まあ、一つの考え方はある程度儲かったらもういい,い,いじゃんという形と、で、その、もしも、これ、場合は下落ですけども、下落がこの後、まあ、スパイラル的な、えー、売りにつながるかどうかっていうところがある程度、まあ、予見されるような、推測されるような、期待できるようなときは、えー、ずっと、まあ、その、まあ、プットなら、今回プットですけども、プットを持ち続けることもありますけれども、えー、あまり、えー が、それほど期待できないということであれば、えー、オプションっていうのは、ある意味じゃ変化率なので、一気に相場が変わった時に値段が急騰しますので、ある意味じゃ短期勝負で閉じてしまう。まあ、儲かれば別に、でまあ、相場でありますように、えー、まあ、あの、頭と尻尾はくれてやれというような。 こともありますので、ある程度儲かったらもういいんじゃないかなという感じですね。で、先ほどもしも、この後スパイダルのように繋がるような、例えば下落の方ですけれども、まあそれを見るということであれば、それぞれのオプションの格子価格ごとの縦玉が大きくなっているような場合ですね。まあ具体的に言うと今の水準だと1万枚以上に増えているようなところがものすごく増えているような。 特にプットサイドですけども、そういう場合は時期を見ながらですね、相場を見ながら若干引っ張るかもしれません。というのは引っ張れば引っ張るほど、これオプションっていうのは時間が経てば経つほど時間的価値が減っていくので、マイナスの要素が出てくるので、まあなかなか難しいところなんですけども、まあそんなのを考えて、えー、まあ運用をしているということになります。 で、ここで5月29日にですね、待ちに待った日経225マイクロ先物とミニオプションの取引が開始される予定になっています。で、新しいものはここで、まあ、大色と赤で囲った部分ですけれども、マイクロ先物は10円単位でできますよと。1万円あたりの想定元本が30万円という形になります。今まで、まあ、ミニで300万円でしたので、10分の1になったということですね。 それから日経225のオプションも1000円が100円になりますので、えー、これも10分の1になりましたと。で、このように小口の取引ができるようになると、まあ、3つのメリットがあるかなと。例えば、よりきめ細かい取引ができます。資金の効率性、コストを敏感に考えながら取引ができるようになりますよと。それから、金融資用品を組み合わせた戦略も考えられますよと。 よりきめ細かいということですと、今で言えば、例えば300万円投資するんであれば、1回で買わなきゃいけなかったのを30万円であれば、まあ、手数料若干割高になるかもしれませんけれども、10回に分けると、タイミングが分散できるということですね。分散投資の一つの重要なところは、例えばアセットクラス、資産、株とか債権。 外国とか日本のものに分散投資をするっていうのが有名ですけれども、基本的には時間の分散、それから3番目のところに書きました、戦略の分散も分散投資の一つの考え方ですので、まあその辺がより、まあえー、効果的にですね、組み合わせて運用することができますよということですね。それから、えっ、ー、と資金の効率性、コストに敏感にというところですけれども、 まあ、いろんな商品、こちらの方で、日経225関係の金融商品ということで言えば、オプションだけじゃなく、先物、CFD、ETF とか、投信とか、それから日経225の個別目柄を組み合わせるような商品で、例えば、えー、ETF を買いながら、えー、オプションを、まあ、コールを売ると。 まあ、カバードコール戦略、売りの戦略になってしまいますけれども、まあ、そういうような戦略を取ったり、自分ですることができるというような、新しい投資の機会が、いろんな分散のチャンスが出てくるというところで、えー、非常に今回の上場については期待をしているところでございます。で、ここで最後ですけれども、 まあ今後オプションを買うときにですね、まあ、方向性を当てなくちゃいけないという戦略のおかげですけれども、どっちに動くかわかんないんだけども大きく動くような場合は、もうめんどくさいからというか、コールを買ってプッと無理法買うわけですね。これオプションの戦略で言えば、例えばストラングルのなんという言い方をしますけれども、こちらの方に例えば、 の 22, 円を買ってコールの2万5 0 0円を買いました。これ両方で39円と15円だったら54円ですよと。で500円上昇した時のまの、あ、理論的な計算数すると、例えば60円になりますよと。500円下落したときは62円。 上がっても下がってもとにかく500円程度上下に動いてくれればどっちに行ってもトータルのポジションは、えー、儲かるよというような組み合わせができたりする。まあ戦略を組み合わせてこの戦略2の場合は上がった時は儲かりますけども下がった時は損しますよと。じゃこういうところで、まあ、ポイントとするとどの格子価格を選んでいくのかと、えー。この場合はあんまし高いような、えー オプションの価格でやってたので、まあ、片側しか儲からなかったというのも一つの例ですけれども、意外とアウト・オブ・ザ・マネーのオプションを組み合わせることによって、どちらに動いても大きく動くと儲かるというような戦略も組めると。この辺がオプションの取引の奥の深いところだと思います。えっ、ー、と、最後になりましたけれども、ここまでですね、ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。5月29日にですね、開始されます。 小さな金額で、まあ、オッドションが取引できるようになるというのを期待しているわけですね。で、それぞれの、まあ、こういうような部分の先ほど申し上げましたチャンスですよね。経済指標の発表日ですとか、異常値ですとか、グレーリノについてはですね。 まあ、ツイッターでもつぶやいておりますし、えブログでもご紹介しています。それから、オプションクラブテレビの方でもサポートさせていただいておりますので、えー、ぜひよろしければ遊びに来ていただければと思います。本日は本当に長いことご成長いただきまして、誠にありがとうございました。